7キョンシーんあとなんだっけん今何を話そうとしたっけ涼しい場所に行きたい723472345677 「5677」「また傘忘れた雪だるま作りたい付き合ってくれる?」「今日は出かけるべきじゃない涼しい気持ちいい」で、手をつないでふっ 吹き飛ばされるもう朝今日は何をちょっとノートを確認する白先生の薬剤の仕分けを忘れたこんばんは今日は何をしたっけおやすみなさい 柔軟体操してくる盗み見禁止ナナのことごめんよく思い出せない思い出せないことがたくさんあるけど別に悪くない。 最近記憶力の鍛錬を頑張ったからあなたを忘れる心配はない神の目は時間を止められないけど大事な人を守る力をくれた実はナナの体調は白先生よりもいいよ薬クの周りに たまに山柄がいる。小さくて丸い白先生の顔思い出せないでも問題はない公安うの笑顔と死嫌いもう骨董品みたいな名前 会ったことあるの？誰？かわいい山柄みたい。夜たまに一緒に体操する人がいる気がする。気のせい？何か？ 柔軟体操すると体を人間みたいな状態に保つことができるでも気を抜くとまた元に戻るるナ,ナを利用しようとする人もいればナ,ナを怖がる人もいるでもあなたは違う。 初めて会った時からあなたから温かさを感じた嫌いな熱とは違う心があたたかくなったありがとう嬉しい今のあなたしか知らないのが残念だもし忘れたらううん あなたを覚えるように自分に命令するから昔は生きることだけ考えてた生きる理由もわからなかったけど今はあなたと生きていきたいと思うずずっと一緒にいてくれる 本当にうんあなたはナナが守るからペットが欲しい山ガラみたいなよくわからないでも温度が高いと体はきついココナッツミルクが好きでも 味はわからない。ココナッツミルクがしココナッツミルクがしごめん、わからない。ごめん、わからない。誕生日おめでとう。はい。薬草の匂い袋。驚いてる前に言われたときに。 メモしておいた毎日見ればこれからも忘れないよああ強くなったの強くなるって何ああ理解した強くなったら力をコントロールするのにより勢力がいる。 昔は強さになんとも思わなかったけど今はもっと強くなりたいあなたがいてくれたおかげだありがとうもう一つ願いをかなえてくれるこれからはナナに守らせてほしいけどいいかな